皆さん、こんにちは。なるほど10です。今日はスノーボール .io ですね。で遊んでいきたいと思います。スリーザリオさんで遊んだことなんですよね。スリーザリオさんもあれですよね。ドット .io で、スリーザリオって読むみたいなんですけど、これスノーボーリオって言うんですかね。つなげて。さあ、わかりませんが、えーと、実況なるほど10でいきますか。えー、実況なるほど10といけますか ローマ字じゃないとできないというか、なんかありますよね。えー、スキンがあるんですね。あ、色変えられる。まあ赤でいいですかね。まあ地面が氷ですからね。目立つ方がいいですよね。水色だとなんか被っちゃいそうですけど。さあ、えーと、レディなにこれ。あ、これでくるくる回すんですか。あー、なるほど。これ BGM ないんですね。もうスキンゲットしたんですけど。 あ、これぶつけるってことですか。雪だるま大きく作って。危ない危ない危ない。うりゃった外した。外した。<laughs> あ、これ、たーっと危ない。おぉ、結構飛んでいきますね。うりゃっと。おーあ、行きました行きました。ビクトリーと。あ、面白い。さあ、私1位ですね。プレゼントがあるんですか。ちょっと受け取り行ってきていいですか。 さあ、動画を見たらルーレットを回せるみたいですけど、経験値が増えるんですか特にスキンとかアイテムとか言うわけじゃないですね。さあ、3倍お XP3 倍ですね。さあ、えー、もう一回見ると。やめておきますか。あ、ランクアップするんですね。すごい、一回でこんなにランクアップしますかもうシルバーになりましたよ。むしろ、その途中のランクにどうやったらなれるのっていうぐらいの。 そんな感じですかおかっこいいベルトコンベアえー、ちょっとたくさんあるベルトコンベアでいきますかえー、っと、色を変えますけど、<laughs> なんか、若干暗い色してる。夕焼けだからですかね。さあ、では、行きましょうおおさっきとちょっとステージが違う。いやー雪だるま皆さん作ったことありますか 昔ちょっと作ったことありますけど、福岡あんまり雪降らないんですよね。どれぐらい大きい雪だるま作ったことありますか、皆さん。でも雪といえどもあれ、水ですからね、重くなってくりますよね、大きくなると。危ない、危ない。おお。ですから多分、ある程度大きくしたらそれ以上、転がせなくなるんでしょうね、きっと。ハーフ、さあ、これ30秒なんですね。 じゃあこうやって、これでバーンって、正面からぶつけたらいいですね。簡単ですね。さあ、1位。まあ、まだまだ、ボトちゃんっぽいから簡単そうですね。スキンはこれ、スキンの色変えれますけど、スキン自体どこで変えるんですかね。ここキャラクター押しても特に何にも起きない。 えーっと。あ、横にスライドするんですね。なるほど。ああ、プレミアム購入したらあれなんですね。いただけるんですか。あれ他のキャラクター私持ってないのあ、持ってた。じゃこれで黄色で。ん <laughs> <laughs> あ、すいません。なんか面白い子が出てきた。使いましょうか。人型になった。さあ、行きましょう。 ちょっとどれぐらい大きくできるか。くる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 。あ、なんかくるくる <coughs>。くるくるだけじゃなくて。ああ、なるほど。穴が開くんですね。落とし穴になると。えこれもしかして先に行けないパターンとかあるんですかよし当たったみたいですね。あら、向こう側行けなくなっちゃった。どうすれば一体。離したらあれなんですよね。 まあですから、雪だるまずっと使い続けるって難しい。使いっていうか、作り続けるって難しいですね。ダンと。よーし。あ、面白い。なんか、飛ばすの、面白いですね。<laughs> 飛ばすの。これ勝ちでしょ。お決まりました。ビクトリーと。さあ、手袋つけないと、雪だるまも冷たいですからね、雪は。さあ、ランクシルバー4まで来ましたよ。 早いですね。ええー、この参加受付中って何ですかええー、決勝戦でサンタさんがあれするんですかじゃあちょっと行ってみましょうか。日本のお名前の方いらっしゃるですかね全員英語ですからボットちゃうんですかね多分。おっと。真ん中の方でぶつかってたらまだいいですか危ぶな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 やめてやめて。おっと。 雪だるまちゃんがおっきいおっギリギリちょっと皆さん大きいですよちょっとボールがやめてやめてなんか大きい方もいらっしゃるハーフタイムさあ続きですおっと危ない普通に落ちるのは勘弁ですねおおなんか大きくなってるおおなんとか耐えられてますけどあーダメもう耐えられないあー落ちちゃった いやーやっぱ難しくなりますねトーナメント戦になるとお新しいスキンえー、っとえー、次あれですか13時間後なんですかじゃあこれ勝ち続けないといけないんですね、まあ、これ大変ですねさあではもう1回遊んでいきますかこちらで ちょっと大きい雪だるま作りたい。おお、ギリギリ。あー、操作難しい。こう、スマホで操作してるとあれですよね。画面が横とかあれですからね、短いから、指がちょっと離れやすいんですよね。これでくるくる。ああ、そんな。さよなら、と。 いやー、難しいですね。大きい雪だるま作るの。避けつつあれですよね。作っていかないといけないと。操作、間違えず中なんか転がってきてる。危ない危ない。あーもう、他の種類ぶつけてもダメってことですからね。まだ投げないで、投げないで、投げないで。いやめてやめて、追ってこないよーし。よし結構大きくなってる。すごい。ふわふわの氷なんですかね、これ。 ほら、こんなに大きくなった。これ以上大きくならないですかね。ハーフタイム来ちゃった。あーハーフタイムの続けるボタンを押さえ、雪だるま離れていっちゃった。ってことは、今のが最大ってことですかね。<laughs> この UFO チェリーで大きくしたい。あ、あの子の方が大きい。なぜか。ちょっと待って。ってことは、最大はこ、これ、これです。 この大きさが最大です。この UFO ちゃんの大きさが。画面に映りきれいない。あっ <laughs> すっごい飛ぶ。面白い。わーすごいですね。大きい雪だるまの方がなんで多く飛ぶのか謎ですけど。さあ残念にですね。さあということで今回の動画ですね。以上とさせていただきます。 他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほどてのチャンネルの再生リストからですね、たくさん動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。